待て、このシルエットってさ、お父さんじゃない？やっぱりそうだ。どうも皆様こんにちは、和也と申します。ということでバカハザ最終回をやっていきたいと思います。はい、ということで前回ね、このシーンで終わったわけなんだけど、ついに黒幕が判明しました。それはなんと、この優しそうな先生だった。名前忘れ、貧密先生だ。俺なぜか貧密先生だけいつも名前思い出せなくなるんだよね。わかんないけど。ということでね、黒幕ついに判明しましたね。てか、こいつら何のコメントもないじゃん。貧密先生が出たのに。おい、お前ら、貧密先生だよ。まさかあの人が真犯人だったなんて全く気づかなかったな。とか、僕たちの純情をもて遊んでいたなんて、先生最悪。みたいなとこないのかよお前ら。どういうことだ G。 今のスライドの最後の写真に貧密先生が写っていた G。 え、貧密先生写ってたか。全然気づかなかったのだ。ちゃんと見てほしい G。 不自然なまでに堂々と写っていた G。貧密先生なんか怪しいのだ。ここの建物がゾンビだらけなのとクラスのみんなが迷い込んだ件は貧密先生が黒幕ってことか。まさか貧密先生はそんな女性じゃない G。 長 G 先生もグルなんじゃないか。違う G。 そりゃ貧密先生に頼まれて生徒たちを探すのを手伝っていたけど、それはみんなのことが心配だったから G。 Bウイルスもゾンビも僕には関係ない G。 きっと貧密先生には何か考えがあるんだ G。貧密先生に直接確かめてくるんだ G。 長爺先生言っちゃったのだ。それにしてもあの研究がどうして。我がバカ田大学はセオリティよりバカのエリート、バカ中のバカを数多く配置してきた。現在は目的を同じくする世界的企業コンブレラ社と共同研究を進めている。現在成果を出している共同研究は2つ。そのどちらも研究室をバカのエリートを生み出すための研究である。バカのエリート、それなんかバカなのか頭いいのか分かんないね。バカのエリートって今後もバカ田大学はコンブレラ社と協力しさらなる発展に尽くすものである。うん、まあ、これが、まあ、前回見てくれた人ならわかると思うんだけど、まあ、バカ田大学はバカを作りたい。でもこの研究所は、それとはまた別の目的を持って研究をしてるんだよね。だからバカ田大学はバカを作って、世界を平和、みんなバカにして世界を平和にしたいっていう野望があったんだけど、この研究所で作られたのはバカになるウイルスではなく、化け物になってしまうウイルスができてしまったんですよね。それが B ウイルスっていうやつなんだけど、それをバカ田大学はそんな研究やめろって言ってるんだけど、この研究所はそれを完全無視して研究を続けるっていうね、まあ相違が生まれてしまっているみたいな状態だね。バカ田大学はパパが卒業した大学なのだ。実は僕が通ってるバカ田小学校もバカ田大学附属の学校なのだ。まあ名前的にそうだろうね。そんなバカそうな名前他にもないだろうしね。なるほどなるほど。で、前回お父さんがね、どうもタイラントになってそうっていうね。関係者以外立ち入り禁止、侵入者は射殺してでも阻止せよ。いや、ほんとさ、平和のためにやってるとは思えないよね、この書き方って。だって射殺なんかする必要ないじゃん。高橋、もしくは貧密の動向を必要とする。もう名前が出たね。もうこれは完璧そうだわ。ビールス研究の経緯と変更について、バカ田大学側とコンブレラ社側の意見の相違が見られる。これだね、さっき話してたの。貧密先生の名前が載っているのだ。やっとかよ、お前ら。あのスライドしてみてもわかんなかったのか。貧密先生はこの建物に関係してるみたいなのだ。そうだね。まあ、何かしら裏はあるよね。この電話使えない。果たしてこの研究するために、この子供たちを連れてきたっていう可能性の方が高いからね。パネル？何このあからさまなボタン。まあ、押すけどね。ボタン見たら押さずにはいられないよね。え、ポチッとね。な？こんな大掛かり、こんなさ、わかりやすいところにボタンあんのにさ、こんな大掛かりの装置、隠してるつもりかな、これ。バカだな。これ研究所もバカだったのかもしれないね。研究所の鍵。何の鍵だ？ちょっと見てみるか。研究所調べる。動力室と書かれている。動力室？あったっけな、どっかに。あったぞ、動力室。
あ、一回セーブ挟もうかな。鍵捨てる。ちょっとセーブ挟みたいよね。この先このまま進むのちょっと怖いから、結構進んできただから、そう、進んできただから、セーブしたいだから、いやー、その場セーブが恋しいね。さあ、ここから死んでもすぐにリスタートできる。安心感が違うぜ、セーブをした男のな。さあ、新しいとこだけど。ちょっと不安なところがさ、長地先生は、貧密先生の悪行をあまり知らないっぽいんだけど、どうもね、貧密先生と長地先生がまだ協力関係ではないのかどうかってのがわからないから、これは手術台、いや、手術台なのだ。手術台がなんでこんなとこにあるんだ、まあ、研究してたってことかな。うん。ここ特に何もなさそう。被験者 P の報告書。調査書。うん。クローン研究のためバカド大学の紹介でバカの最高峰と名高い P 氏。P 氏パパ氏じゃないのこれ。のデータを収集した。P 氏基本データ男性41歳。2氏。二人子供がいるってことはそうだな。子供の頃から振動ではなく振動と呼ばれる。バカド大学に入学し、首席で卒業。身体能力には目を張るものがあり、どんな体勢からでも3回転ずっこきを決めることができる。それは優秀なの？また、強固な肉体を誇り、ギャグのために10階建てのビルから飛び降りても生還などするなど超人的なエピソード。何やねんそれ。てかもう写真出てんじゃん。見てみんな、写真。あれ、もうパパじゃん。今回のデータ収集の際にもパンツ1枚で、雪山を転げ落ち、川に流され、滝壺から転落、そのまま行方不明になり、海岸に打ち付け上げられているのを発見されたが、P 氏の体には異常はなく、なぜか体中に藤壺がバカという形に付着していた。おかしいだろ。もう人間じゃない、パパ。それを見た研究員が驚いて腰を抜かすというありさまで、まさにレジェンドバカと言えよ。引き続き P 氏のデータを収集し、今後のクローン研究に活用する予定である。もうパパじゃん。このパパ映ってるけど、バカもどういう反応するんだろうね。へえ、世の中にはすごいバカがいるのだ。おい、写真見ろ、お前。何やっとんねん、お前。親父の顔忘れたんか？お前にとって親父はそれだけの価値なのか？手術じゃなくて手術だね、うん。これ押せるってことはそこなんだけど、なんかボタンあるよな。これ絶対押した瞬間、毒ガス出てくるとか、そういう系でしょ？ほら、やっぱ毒ガス。いけ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 。さあ。なんだこれ、機械が置いてる。ディスク。いや、嘘、待って。え、毒ガス食らう。え、このままじゃ死んじゃう可能性ある。いや、この部屋見たいけど、とりあえずこれだけ使おう。こっちから先に探索するべきだったのかもしんないな、もしかしたら。え、パスワード02。この世は焼肉定食なのだ。意味がわからない。意味がわからない。少年バカボン7は、これ原作の話だね。うん。OK。この世は焼肉定食？どこか間違ってるような気がするのだ。ちょ待って、これ死ぬんじゃないか。待って待って待って、待って、お願いします。危ない、危ねえ。セールしたとはいえ死ぬのはやだ。体力大丈夫？やばい、めちゃくちゃ食らってんじゃん、あの一瞬で。アイテム使っとくか。でもやばいだったらもう一発ぐらい耐えそうだよな。いいか、ここに繋がるんだ。いってー。いやー、いすぎいすぎ。うわー、めちゃくちゃいるなー、あいつら。あいつら倒してもね、一つ部屋を移動するだけで復活するから、あんまり意味がないんだよな。あー、セーブや。俺いちいち戻る必要なかったやん。上行ける？何の反応もで電力が落ちてる。スイッチ。スイッチ押しても何の反応もない。電力室。ここは電力室だから電力を回復させればあのエレベーターに乗ることができる。で、もしかしたらあそこがヘリポートなのかもしんないね。あそこに行って脱出？ん？あ、でもヘリポート一回行ったか。電話が来た。誰から？あ、今何か聞こえなかったか？何かって何なのだ？どこかで聞いたことのある、懐かしいような、ちょっと物悲しいメロディーだ。わかった、耳を澄ませてみるのだ。ググキロロロロロ。わーブン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 。なんだこのうなり声みたいな音は？もしかして、新手の化け物が現れたのか？違うのだ、ほやく。今のは僕のお腹の音なのだ。ずっこー！
お前ら仲いいな。バカボン、お腹の中にジェット機でも積んでるんですか。そんな音したけど、とにかく妙なメロディーが聞こえたんだ。電話じゃない？多分そこのドアから誰かいるかもしれねえぞ。探してみようぜ。これはちょっと待って、これは多分あのメロディーって長地先生の電話だと思うの。つまりこの先に長地先生がいる可能性がある。行こう。あ、鍵かかってんのかよ。なんだよ。じゃ、鍵探す必要あるな。でもこれで長地先生死んでたらやだな。でも、貧密先生と長地先生って仲いいんだよね。新しい敵来た！あー、気持ち悪いよ！うぎゃー！化け物が天井から落ちてきたのだ！虫みたいな顔で気味悪いぜ！あんな生き物初めて見たのだ！あの、ハエトの混合種みたいなやつだねー！早いいい早いし、多いちょ、待ってやばい待てまずいかもしれない。やべ、一個使おう。その前に、一個使って、ちょっと、フライング。一個使って、そしてショットガンに切り替える。いくぞ。いや、なんで避けた。食らいやがれ畜生め。ふざけんじゃねえ。ふざけんな、お前ら。待て。やばい、回復持ってない。やめて。ああでもいいもん、直前セーブしたからいいもん。さあ、最初から俺は臨戦態勢だ。お前ら地獄に行け。ああ、間違えました、ごめんなさい、はい、お前ら地獄に送ってやるぜ。バカ者め、なんか気持ち悪いうにょうにょ出てるよ。うにょ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 、いやー、一発絶対食らっちゃう。こら、地獄に行け、お前。あと一人いたはず。研究室の鍵、研究所の鍵。オッケー。回復大丈夫？やばい、あと一発は耐えられるだろう。信じてるぞ俺は、バカボンのこと。いや、ショットガン強い。もうここから武器使ってけた、行った方がいいかもしれないね。で、こいつの上通ると暗いそうだから、できるだけ通らないようにし、にょん。来いよ。あー、そっちだったんですね、ごめんなさい。うにょうにょなれ、あぶねえぜ。一部のエリア電力が供給されていません。供給する。うん、供給された。よし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 、いいぞいいぞ。もう一体いなかったか。いた。はい、一名様、地獄へご案内。いらっしゃいませ、いってらっしゃいませ。倒すさえすればこっちのもんよ。気持ち悪いうにょうにょ出しとけ、そこで一緒。こっちは、さっきの鍵がどこの鍵なんだろう。あー、まだうにょうにょ出てきそうだな。あいつらの数がえぐいな。えぎ、数がえぎ。はい、もう一名様、いらっしゃった。ちょっと待って、ごめんなさい、ほんとごめんなさい、あの調子乗ってごめんなさい、ごめんなさい。あい、いってらっしゃい。さようなら、こんにちは。ああ、暗いすぎた。回復が急になくなってくぜ。あれはやばい。いや、待って、なんで食らうんだよ。攻撃早いんだよ、お前。だいぶショットガン使ってるけど大丈夫かな。よし。あ、ダブルオディスク。これ最後じゃない？あ、これで3つ全部使った。よし。さあ、パスコード。03。これでいいのだ。少年バカボン17話。これでいいのだって17話で初めて言うの？なんか常に言ってるイメージだったけどな、俺。これでいいのだ。これでいいのだ。この言葉を聞くとほっとするのだ。まあ、パピーの話、パピーの言葉だからね。まだいるかな、あいつ。うにょうにょ野郎来るかな。いるねー。えぎい数言いやがる。なんで当たんなかったんだ今。おい、なんでたまに当たるの。ちょっとやめてよ、もう危険だよ、もう回復させないと死んじゃうよ。
あんだけ温存してきた回復一瞬でなくなってくるんだけど、まあ、まだボックスに3個ぐらいあるからいいんだけどさ、ラスボス絶対食らうからな。出たお前、玉よけえぎいやつ。よし当たった、3発で死ねるね。オッケーオッケーオッケー、3発覚えとこう、体に染み込むぜお前の体力をな。意味わかんないこと言ってるね俺、気にしないでくれみんなは。広いな電力室、広いね。これは何、エレベーターの回線が接続されていません。回線接続できんの、あれこれ脱出もできんじゃない、だってエレベーター動くようになったんでしょ。でもヘリポートで逃げるっていうのはできなくなったから、そこは原作と違うのかもしんないね。この機械すごい勢いで動いてるのだ。これはなんだか大掛かりな装置なのだ。あ、特に触ったりはできないのか。よし、ついに脱出かもしれないぞみんな。更新だいぶサボってたんだけどね俺、こいつは復活しないよな。さあ気になるのはここだよな。そして俺に抜かりはないぜ。よし、セーブはちゃんとしてきたからな、行こう。捨てる。さあ何が待ってる。長爺先生の携帯らしきものが鳴ってたけど、あ、鳴ってるね。うん、お、なんか音がしたぞ。このメロディーは、なんだろうこの不思議な音は。なんだ青谷くん、この曲知らないの。ラーメン屋さんのチャルメラの音なのだ。そうなの、ブレレーレレンバレレレレレのやつ。チャルメラ、我がアホヤ家では専属のシェフが作った特製ラーメンしか食べないから、ラーメン屋なんて行ったことがないんだ。ラーメン屋さんといえばクラスメイトの誰か、そこにいるめん、こっちだこっちだめん。なんか新キャラここに来て出てきた、長爺先生ではなかったんだな。あ、その声は誰だ。僕だめん、ラーメンだめん。おめえ誰だよ、知らねえやつ出てきた。ラーメン頭からかぶってますよ、どうしたんす、いじめられてるもしかして。かわいそうに、ラーメン、ラーメン好きじゃないかな、多分ラーメン頭からぶっかけられたんだな、かわいそうに。お願いだめん、ここから出してほしいんだめん。ラーメンくん、こんなところにいたのだ。同じ班の伏木ちゃんと長井くんと剥がれちゃって道に迷ってたら貧密先生に会っためん。そして貧密先生にここに連れてこられて鍵をかけられて出れないめん。なんだって、やっぱり貧密先生は怪しいぜ。誰かが助けに来てくれないかと思ってチャラメラを吹いてたんだめん。ラーメンくん、出す方法を探すからここで待ってるのだ。バカボンくん頼むめん。あと餃子ちゃんも探してほしいめん。相性バッチリそうだな、ラーメンと餃子ちゃん。そういえばまだ会ってないクラスメートがいるな。わかったのだ、他にも誰か捕まっていないか探しのだ。あ、いるんだな、他にも捕まってる人が。こっちは誰、三角くん。バカボン、僕もいるっち。なんかもう個性的なやつしかいないな。あ、この声は三角くんなのだ、やっぱりラーメンくん以外も捕まってたのだ。これ WO ディスクでさ、開けれるんじゃない。貧密先生にここに連れてこられたんだっち。でもトイレに行ったから少々出してほしいっち。そこら辺でしときなさい。このドア開ける方がわからないのだ、なるべく急いでここから出してあげるから、それまで我慢するのだ三角くん。もう漏れろって。漏らしとけ漏らしとけ、俺はできる限り時間をかけてお前らを救い出してやろう。うん、さあどっからどうすればいいのかな。うん、餃子ちゃん心配してるってことは、もしかしたら餃子ちゃんは本当に恋人かもしれないね。だって相性バッチリじゃん。とりあえず行くところとしたら、多分エレベーター乗って上に行けると思うんだよ。でもその前に WO ディスクを使って開けたところが気になる。うん、どうしたのだ、おほやくん、うんこでもしたいのか。違う、さっきラーメンが言ってただろ、他にも捕まってるクラスメイトがいるかもって。そいつは探し出し助けなきゃなのだ。他に捕まってる奴がいないか手分けして探す。ナイスアイディア。なぜかって、
そう、勝手に死なれてゲームオーバーになるっていうね。ほんとこのゲームの仲間システムマジで汗でまといだから。俺様はこのフローを探すから、お前は他のフローを探すんだ。あいあいザーモン。このフロアってどこに行くの？うん。まあいいか。とりあえず、ダブルディスクで開けたところに行きたい。ああ、やっと念願の一人だ。パスコードに移して書いてある。うん。オッケー。これで開けたろ。やったのだ、ロックを解除したのだ。こんな先に一体何があるのだ？怖いけど進んでみるのだ。よし。行くぞ。あれ、扉の演出カットされたの。ちょっと誰かいないの？これ餃子ちゃんじゃない？はい、ここから出して。あ、今のはアホナちゃんの子。アホナちゃん生きてた。アホナちゃん？アホナちゃん。タカボンくん？いつまで経っても来ないと思ったら、こんなところへロープを探してたのだ。違うわよ。ここに閉じ込められたの。これも貧密先生かな。アホナちゃんも貧密先生に捕まったの？貧密先生？違うわよ。私ここに連れてきたのは、多分、おそらく、推測するに。いいから早く言うのだ。犯人はアホヤくんよ。マジか。え？アホヤも、裏切り者？じゃああいつが別行動してるのって。いや、どうだろうな、まだな、アホナちゃんの勘違いっていう可能性もあるから、暗闇だったもんね。しかも推測するにって言ってるってことは直接姿を見たわけではなさそう。アホヤくんが？そんな、まさかさま、いや、まさかなのだ。私見たのよ。ある書類に。アホヤくんがこの研究所で行われてる実験の支援者。つまり黒幕だって書いてあったの。それお父さんね。なんだ、それで言ってんのか。じゃあ多分アホヤくんは、そんなことないと思う。アホヤくんは多分裏切り者じゃないと思うわ。うん。ともかくアホヤくんに聞いてみるのだ。それからこのドアを開ける方法を探すから、アホナちゃんをここで待ってるのだ。わかったわ。お願いね、バカボンくん。わかった。結局出せないのか。ジャーナリストとして、じっとしていられないわ。そうか。ダメか。じゃあ上に行くしかないな。で、アホヤくんに問い詰めるのも先ってことかな、多分。よし、戻るか。これでいけるんじゃないかな。エレベーターは起動してるようだ。よし、乗れる。もう誰が裏切ってるとかもうわかんない。アホヤくん！バカボン、こっちには誰もいないぞ。アホヤくんに聞きたいことがあるのだ。なんだよ。アホヤくんは、この研究所と何か関係があるはずなのだ。なぜそれを？アホナちゃんを捕まえて閉じ込めたのも、アホヤくんの仕業なのだ。はぁ？そんなことするわけないっての。俺様がやったのはクローン研究の支援援助だ。あ、じゃあ実際に援助してたのもアホヤくんなんだ。クロワッサンのしぎれトンボ？バカ、どういう耳してんだよ。それ俺からも言いたいな。こんな耳なのだ。どう、福耳なのだ。ああ、話進むね。この研究所でバカタ大学とコンブレラがクローンについて共同研究していると聞いて、俺様は資金、研究資金を出す代わりにあるものを作ってもらってたんだ。あるもの？それは一体何なのだ？あるもの。お前には見せたくなかったから黙ってたんだが。ここまで来たなら仕方ない。お前にも見せてやろう。何？怖いバカマン。音やばかった今。ちょ、ごめんね。俺の多分、機器のせいだと思うわ。見せたいもの？なんだ？これ平ら、あれ？お父さん？お父さんだよな、これ。なんでアホヤくんこれ作りたかったの？すごいのだ。お父さんがシェーのポーズしてる。俺様が支援していたクローン研究の成果だ。むむ、どこかで見た顔なのだ。気づけ、自分の親父だろ。バカモン、こっちへ来い。一番すごいものを見せてやる。これはバカランとか
そんな気がするな。うわ、そうだ。うわあ、頭でかっ。はあ、パパにそっくりなのだ。可愛がは似てないけど。そうだね。そんなムキムキじゃないもんな。これがクローン研究の成果。バカボンのパパをデータを元に生み出された。伝説のスーパーデラックス天才バカ。その名も、バカランドだ。俺様はどうしても、バカボンのパパのような、レジェンド級のバカのパパが欲しかった。だからバカボンのパパの、クローンを作ってもらったんだ。もちろん、バカボンのパパ本人には、バカダ大学経由でちゃんと協力してもらってるぞ。そうなんだ。全然知らなかったのだ。あ、じゃあパパが、こう、研究されてやってるけど、これはパパ本人ではないってことか。なるほど。パパのクローンを作ってるなんて。アホナを閉じ込めたのは俺様じゃないぞ。どうせバカなアホナが勘違いしたんだろ。じゃあ一体誰が？来た。さあ、黒幕の登場だ。来た。貧民先生！アホナちゃんを捕まえて、監禁したのは私よ。それから、他の生徒たちもね。なぜそんなことをしたのだ、貧民先生！私は昔、ここの研究員だったのよ。私の9人いるうちの、9人いるうちの3人目の恋人よ。おめえやばいな。ここで B ウイルスの研究をしていたの。でも、人をバカ者にするための B ウイルスが突然変異して、人を化け物にするウイルス、つまり、感染したものをゾンビにするウイルスになってしまった。大学側はそんな危険なものは破棄すべきだと判断したけど、コンブレラは軍事兵器として利用できると拒否したわ。私はコンブレラから差し向けられた工作員なのよ。驚いて言葉もないよね。姫先生、今の話、難しくてちっともわからなかったのだ。だと思いました。もう通常運転で安心するわ、バカボン。学校！もうせっかく話してあげたのに。アホヤ君は分かったわよね。当然だぜ。貧密先生はシンデレラのメイクイーンなんだろ。どういうことやね。どの話からどう言ったらそうなった。全然違うわよ。私はコンブレラの工作員。私の目的は最後の実験を行い、 B ウイルスのデータを完成させること。 B ウイルスのデータを完成させれば高く売れるわ。コンブレラより高い値をつける企業はいくらだってあるのよ。知ってるぞ。それってバブルスパイだろ。ダブルスパイね。それ言うならダブルスパイ。遠足の目的地をこのアークサイさんにするよう、バカ面校長に勧めたのも私なの。あなたたちをこの研究所まで連れ出すためにね。僕たちをここに連れてきてどうするつもりなのだ。まあそれはバイオハザードあるあるのデータを取るためじゃないの。 B ウイルスのデータを完成させる最後の実験、それは大量の子供の感染データなの。ちょっと待つじ。来たぞ。多分ね、B ウイルスとか子供たちを捕まえたよりも先に9人恋人がいることで修羅場になるぞ。それが楽しみだ。人の不幸大好き。中地先生、ひどいじ。僕を騙して手伝わせたじ。騙してないわよ。秘密にしてただけで。それ騙してんだろ。それに気に入らないなら別れてもいいのよ。別れろ。お前9人いるんだぞ。おめえ以外に8人いるんだよ。だって喧嘩はやめるのだ、2人とも。うん、この恥ずかしいツーショット写真を見るのだ。2人はこんなにラブラブなはずなのだ。その写真は、ああそうだね、この写真長地先生に返すのだ。違うじ、これは僕が落としたんじゃないじ。ということはこの写真の持ち主は貧民先生なのだ。別にいいでしょ。私が長地先生との写真持ってても、貧民先生本当は僕のこと愛する貧民先生にこれ以上悪事を重ねさせないじ。貧民先生、な、何？おや、大人タイム？ちょっと何するのよ。いやー
縛った。はあ、はあ、はあ、それはどのはあはあなんでしょうね。これが汚い大人の思考回路やで。金密先生にはこうしてもらうじ。ほどけなさいよ。うん。さあ、捕まっているみんなを助けに行くじ。長地先生とお前のことかっこいいのだ。明日は槍どころか、槍以下が降るぞきっと。生臭くてかなわんな。槍以下が降ったらべっちょべちょなのだ。さあ、君たちも早くここら帰ろう。と、その前に。何してんの？お前今、お前、余計なことすんな！絶対出てきて戦う流れじゃん、これ。どうしたのだ、長地先生。この研究所で行われた危険な研究を放ってはおけないじ。お前、何してんだ、長地先生。それは俺様が資金援助して、やっと完成した最強バカのクローンだぞ。僕の推測が正しければ、この最強のクローンはとっても危険なんだじ。だから今のうちに何とかしないと。うん。俺様が援助してきた研究が、目覚ました？やばい。あー、出てきたー。 うわークローンが目を覚まして飛び出してきたのだ。もしかしたらこのクローンは、B ウイルスに感染して凶暴になってるじ。やばい。長地先生、逃げてください。バカボン君たち逃げるじ。先生、長地先生、嘘、死んだ。え、かっこよかったのに。おいお前、長地先生の仇取ってやるぜ。そう、このずっとために貯めてたマグナムを使ってな。さあ、弾は36発ある。これでお前の心臓を貫いてやるぜ。行くぞ。バン、シェー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 。ちょ、待って、バカ。リロードリロード、組み合わせ、オッケー。逃げろ。ヤン、痛い。待って、くそ。シェー受けるな。ほら、秘密先生を生贄に。よしよし、あんま食らわなかった。はあ、はあ、パパショックのやつをやっつけるなんて嫌な気分なのだ。なんて強さだ。さすが伝説バカのクローン。でも B ウイルスに感染して凶暴なゾンビになっちまった。もうこの研究所はおしまいだ。とにかく脱出しようぜ。そういえば長地先生、バカラントにやられるなんて。せめて逃げる前に長地先生の顔を見ていこうぜ。生きてるじゃん。今動き声が聞こえたのだ。長地先生の声に似てなかったか。もしかして長地先生がゾンビに。全然平気じゃねえかお前。ほら、起き上がってるのだ。ああ、びっくりした。わ、ゾンビが喋ったぞ。迷わずに成仏するのだ。まずじ、僕はちゃんと生きてるじ。ほらほら、この通り。気絶してたっけ、なんだじ。気絶してた割に血出てたけどな。バカラントの攻撃を受けて生きてるなんて信じられねえ。生きててよかったのだ。一緒に脱出するのだ。その前に秘密先生を。逃げてそう。やっぱり。あれれ、秘密先生の姿がないじ。いつの間に、油断ならねえぜ。秘密先生は最後まで秘密の多い人だったのだ。おお、秘密先生帰ってきたじ。さあ、どうせ起き上がって最終決戦でしょ。今のうちみんなで踏んどこうぜ。へえ、でけえ頭だな。踏んで小さくしてやろうぜ。さあ、こっからみんなを救出するために動くんだろうけど。バカボン、どうしたの？どういったのだ？感染したらゾンビになる危険なウイルスを、このままにして逃げられねえ。この研究所には緊急用の起爆装置があったはずだ。早い話が自爆する装置だ。なんでそんなものがあるのだ。それくらい危険な研究だってことだ。だけど、まだみんな、牢屋に入ったままなのだ。起爆装置がセットされれば、非常事態でドアが開くはず。とにかく、爆破装置を使ってこの研究所ごと爆破するんだ。アホヤ君が少年漫画の主人公みたいになったのだ。
普段はギャグ漫画の脇役なのに。めたいめたい。うるせえ、脇役って言うな。金、あれだよね、多分、一番なんか装置でっかいやつあって、それ何もできなかったやつだよね。さあ、これだな、多分。この装置が怪しいのだ。ああ、起爆装置に違いない。セットするには確かこう。よし、これで起爆装置がセットされたぞ。やべ、室内の全てのロックが解除されます。直ちに避難してください。早く脱出しないと爆破に巻き込まれるのだ。やらなきゃいけないことがあるならその前に済まさないとな。あ、特に時間制限とかないのか。これさ、アホナちゃんだけ掘って帰れたりするんだろうな。アホナちゃん死亡エンドみたいなありそうだよね。まあでもみんな助けるかな。俺はハッピーエンドしか望んでねえ。人の不幸なんてそんな望まない男だからな俺は。それが楽しみだ。人の不幸大好き。さあ迎えに来たぞラーメン、いじめられてるやつ。ラーメンくん助けに来たのだ。待ってためバカボンくん、僕んちの出前だってこんなに待たせないめん。ラーメン、いやじゃなくてごめんなのだ。さあ早く逃げるのだ。え、これ仲間連なってくる感じ。うわめんどくせえ。ゲームオーバーになる確率高っけーなこれだと。よし、おい助けに来たぞ。三角君助けに来たのだ。震えているのだ、怖かったんだね。さあ早く一緒に逃げるのだ。違うっち、震えてるのはおしっこしたいからっち。それは大ピンチなのだ。漏らす前にここから逃げるのだ。うわーマジで5人。うわこれはきついな。これ後ろ後続がやられたら終わりだぞ。あとアホナちゃんを救出して脱出しよう。多分一番上の階から脱出できるはず。その前にセーブしよう。うわあ、嘘嘘嘘嘘、この人数はやめてください。こっから全部こいつらか。でも意外と攻撃してくれない。してきた。痛い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 。やめてやめて。もうセーブしといてよかった。つだろ。アホナちゃん、助けに来てくれたのねバカボンくん。アホナちゃん怪我は？うん大丈夫。でも怖かった。もう大丈夫なのだ。ありがとう。私バカボンくんのこと見直したわ。バカボンくんのこと単なるすごいバカだと思ってた。でも違うわ、バカボンくんは頼りがいのあるすごいバカよ。サンキューベリベリストロベリーなのだ。褒められてる？それって褒められてるの？おいお前ら、のんきに喜んでる場合じゃねえぞ。早くここから逃げるんだ。あ、アホヤくん、あなたが今回の事件の黒幕だったのね。あなたの企みはジャーナリストとして私が全て明らかにしてみせるわ。違うのだ、アホヤちゃん。アホヤくんとゾンビは関係なかったのは関係あるけどね。資金援助してたってことはもうそれはもうダメだと思うけどね。どう同じぐらいの罪だと思うけどね、俺は。俺様はクローン研究を支援しただけで、本当の黒幕は貧日先生だったんだ。そんな、なんてこと。このことは学級新聞に詳しく書かなくちゃ。大スクープ間違いなしよ。そうだね。それはいいからとにかく早く逃げるのだ。わかったわ。行きましょう。よし。いや、多すぎさすがにこの人数は辛いぞ。でもね、あんまりね、後ろを攻撃しようとしてこないから、まあ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 、まだね、まだいい方だとは思う。さあみんな、ついに脱出だ。行くぞ。いやあ、長いことやってきたパートも、これで終わりなのかもしれないね。タラリラ、タラリラ。あ、スマホが鳴ってるのだ。もし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 。おお、その声はバカボンくんだに。バカ面校長なのだ。なんで急に繋がるようになったんだろう。みんながいつまで経っても帰ってこないし、連絡もないから困ってたんだに。みんなを心配した。父兄が迎えに行ったのに。君たちは今すぐバス停に行って。もし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 。おい、バカズラ校長。また途中で切れてしまったのだ。バカズラ校長はバス停って言ってたのだ。とにかくバス停を目指すヘリじゃないんだね。バスで逃げるんすか？大丈夫？爆発巻き込まれません？それ。なんか落ちてる。
バッテリーだ。アイテム取れません。マジか。うわー、インクリボン置いてくべきだったな。もう使わねえと思ったのに。とりあえず、組み合わせで、こうして、で、取れるでしょ。よし。まあ、多分、この先はラスボスに違いないから俺はマグナムを装備しよう。うわ、温存しすぎたかもしれませんね。さあ、ここに使うんだ。よし。エレベーターの電源がついたのだ。うわ、時間急に表示された。爆発5分前です。おい、もうすぐ爆発するのだ。なんだ、今の声は。ちょっと見てくる。めっちゃ来てる。でも後ろ下がってるよ。ほっといてもいいんじゃね。クソ、ゾンビが山を追いかけてきやがった。バス停を探さなきゃいけないのに。ここは俺様が食い止める。バカボン、お前はバス停を探せ。ホヤ君、君のことは忘れないのだ。もしゾンビにやられてゾンビになったら、苦しまないように一発でやっつけてやるのだ。縁起でもないこと言うな。お前一人じゃ心配だな。やっぱり俺様ついてくぞ。言うことが変わりすぎなのだ。ここは食い止めるとかカッコつけた方がいいけど、やっぱりゾンビが怖くなったに違いないのだ。うるさい。お前が頼りないのが悪いんだろ。早くバス停を見つけてここから逃げ出すぞ。こうしてる間にも時間進んでやがる。行くぞみんな。さあ、最後だぞみんな。最後だ、最後。やっぱヘリポートなんだ。あ、ここは、さっき来たヘリポートじゃないか。外に出る扉のロックも解除されてるはずだ。外に出られればバス停が見つかるかもしれないのだ。早速行ってみるのだ。まあそうは問屋がおろすいませんよね。なんでみんなついてこないの？こっち？どこ？どこ？うわー、出てきたー。さあ、最後の決着をつけようぜ、バカランと。うわー、バカランとさっき倒したはずなのだ。さすが俺様が支援した最強のクローン。あれくらいじゃ倒せねえぜ。喜んでる場合じゃないのだ。なんだかさっきより強そうになってるのだ。あ、出た。名前忘れちゃった。待って。いや、もう時間ないから後で言うわ。バカボーイダーン。あ、クイーンなのだ。うん。ここは私に任せてくださいの。この化け物をやっつけることはできないけど、気をそらすくらいは私でもできますの。ほら、危ないのだ、子犬。バカラントにかかったら子犬なんて、あっという間に三枚に下ろされてしまうのだ。助けてくれたバカボンさんの恩返しですの。さあ、こいつが私に気を取られてるうちに、早く逃げてくださいの。バカボンさん。子犬。お前だけに苦労は負わせないぜ。俺が倒してやる。いや、暗いお前。行くぜ。いや、よ、いや、やばいかも。やばいだ。ちょっと待って。組み合わせして、で、普通のグリーンハーブ使おう。よし。子犬。いや、早っ。待って。いや、こいつ早すぎる。危ね。逃げて一発撃つ。これでいいだろう。クイーヌ、頑張って。クイーヌ、全然役立ってないっすよ。いやあほやー、ここに来てかよー。いや、早っ。やーべ、ちょっと待って。一旦回復しよう。ここは私にお任せしまーのーのーのー。いや、逃げれないって。気持ち悪い妖怪でもね、俺は助けたいんだ。仲間だからな。危ない。撃つ、そして撃つ、いや危ね、撃つ、弾やばいかな、弾数えてなかった、よし、危ね、いやこいつ硬いな、行くぞ、いや待って、アホや、死ぬなよ、やばい、思った以上に難しい、危ね、待って、回復、大丈夫、よし、まだ大丈夫、いや早いな、肩まで来い、バカボン、そっちは元気じゃん。お前に構ってる暇ないんだって。待って。やばい。よし。回復しよう。危ない。危険だった。危ない。
さあ最後の回復だ。 OK で、さらにマグナムを、やべえもうマグナムともないじゃん。あと5発、嘘だろ。ちょっと、あー待って、アホや邪魔すぎる。もう一発、いやまだダメ、いやまだダメか、弾もうないよな、やべえ。あとショットガン7発、嘘だろ。くれ、まだダメか、くっそ。なんでこれ、掘って逃げた方がいいのかな。これ永遠に倒せないとかそういうことある、もしかして。いくぞ、どうなるこれ、コイーンの死んだりしないよね。それだったらやり直すんだけど俺。いけた、やった外に出られたのだ。まだ油断はできねえぞ。バカ面校長が言ってたバス停を探さねえと。わかったのだ、急ぐのだ。他のみんなどうした、これでいいのか、これでいいのだって言ってくれたら嬉しいけど。あそこにバス停があるのだ。お、向こうに見えるのは、あ、バス来た。のんきやなお前、バスが来たのだ。おーい、やった、これで助かるぜ。あ、嘘だろ、子犬の声なのだ。バカボンさん、ごめんなさい犬、私のことはいいから早く逃げ、子犬。あいつもしかしてバカラントリン。よくも子犬を許せないのだ。あ、ここに来た。おお、よくも子犬をやってくれたな。ゲゲ、バカラントリン、こっちに来るぞ。どこまでも俺様たち追いかけてくる気かよ。だからもうすぐバスが来てくれるのだ。ここから脱出してやるのだ。行くぞ。よくも子犬の、子犬の敵。待って、ごめんなさい。子犬の敵、取ってやる。やめてー。子犬の敵、当たれよ。今のは当たっただろ。待って。リロード。よし。組み合わせ。で、回復、グリハビ1個使っとこう。行くぞ。あと1分40秒しかない。いや、待って。いや、ほんとやめて。ほんと、アホや君だけ死ぬのはやめて。やめて。バス停そ、わかってるよ。ふざけんじゃねえ。お前、マジふざけんな。もう、待って、これ、コイーヌさ。でもさ、あんだけ銃撃っても倒れなかったから、多分ね、あの状態じゃ倒せないんだと思うんだよ。あー、ダメか。アホヤの体力見とかないとダメ。アホヤ弱いから、結構すぐ死んじゃうんだよね。よし。一発撃ったら逃げる。待って、走ってくる。危ない。一発撃ったら逃げる。危ない。一発撃ったら逃げる。で、直線に行かないように。今、よし、で、リロードしよう。いいぞ。オッケー。まあいけるだろう、さすがに。ちょっとどこ打ってんの、今んとこ食らってないぞ。順調。まだか、まだダメか、違う、打つ方向間違えてます。お、来た。体力じゃなかったのかな。うお。マジでバカボンのパパ来た。バカボン今行くのだ。わしがこれでやっつけてやるのだ。お前が使うんかい。わしそっくりのクローンだかメロンだか知らないが、わしの方がずっとハンサムなのだ。暗い必殺、あれれ、バスの中で考えておいた必殺技の名前忘れたのだ。早く撃て、息子死にそうやぞ。あ、ちょっと待つのだ、今思い出すのだ。あ、うわ何のために来たんだよお前。うー、バカボン、そのコロッケ水鉄砲、あ、じゃなくてロケット水鉄砲をそいつに打ち込むのだ。そんな転がったん。よくもパパを、バカボン、パパはまだ死んでないのだ。行くぞ、こっち来んなよ。やべ、8秒しかねえ。待て、時間なさすぎる。待て、時間がなさすぎる。ロケット水鉄砲装備、即撃つぞ。行くぞ、これで最後だ。行け、
ちゃう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 。痛い。撃って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 。よし。あぶねえ、今1秒だったよ。めちゃくちゃ危なかった、今。倒した。ババア。平気じゃねえか、お前。バカもよくやったのだ。さすがわしの息子なのだ。パパ、やったよ、僕。って、あれ、パパ？さっきまで死にかけてたのに、ずいぶん元気なのだ。え、あーいや、奇跡的に無事だったのだ。バカはなかなか死なないのだ。そら、ビルの何階だっけ？ 12 階から落ちても死ななかったからね。さすがレジェンド級バカの、バカボンのパパだぜ。てか、思ったんだけどさ、めちゃくちゃさ、いっぱいいたメンツの中にさ、あの、占い師の子いなかったよね。名前忘れちゃったけど、あの、キエーっつって、あの、なんか、遺品でやってくれた子いたじゃん。あの子いなくね？あ、研究所の爆発が始まったのだ。待って、コイーヌ大丈夫かな？爆発に巻き込まれないうちに逃げるのだ。逃げるが負けの反対なのだ。でもまだみんなが。バスでママとはじめも待ってるのだ。バカボンくん。あ、来た来た来た。あ、コイーヌ全然無事じゃねえか、お前。心配させやがって。あ、みんな。ほ、無事でよかったのだ。僕のパパが迎えに来てくれたのだ。さあみんな一緒にバスで帰るのだ。あーお。終わった。ついに、ラストだ。うん。警察官さんもいるよね。本官もいるじゃん、本官。バカボン心配したのよ。無事でよかったわ。お兄ちゃん大丈夫？ママ、それにはじめちゃん心配かけてごめんなのだ。よし、出発するのだ。こんな場所とはさっさとおさらばなのだ。あの館でゾンビに追いかけられた時は、どうなることかと思った面？おまけに貧密先生に閉じ込められるし、とにかく無事に帰れて本当によかっためん。バカボンくん、今度うちのラーメンおごるめん。うー、怖かったっち。あんまり怖いからちょっぴりちびってしまったっち。お前、おしっこずっと我慢してたんでしょ。少しでよく済んだな。バカボン、このことは内緒にしてほしいっち。自分から言わなければ分かんなかったのにね。バカボンさん、ご無事で何よりです。んえ、あのバカラントにやられたんじゃないかって。それが私、奇跡的に無事でしたぬ。遠足はもうコリゴリでございますぬ。お前の飼い主どうした？マジ。ああ、ごめんじ、バカボンくん。ちょっと、物思いにふけてしまっていたじ。貧民先生、また会えるじ？多分会えるんじゃないかな。エイダ的なポジションだったね、貧民先生。ふう、大変な目にあったわね、バカボンくん。それにしても今回の事件、大スクープだわ。学校新聞の一面で事件のすべてを伝えるつもりを多分学校新聞に収めておくにはもったいないんじゃないかな。もちろんバカボンのことも新聞の3面あたりに書いて。なんでだよ、救世主だぞ。もう俺も喉もやばいわ、叫びすぎて。ジーヤはパラシュートで脱出して無事だったぜ。あ、大丈夫だったんだ。さすが俺様のジーヤ、そう簡単に死なないぜ。うーだけど支援していたクローン研究が灰になっちまった。ああ、俺様も天才バカのパパが欲しいよ。でもお前、お金持ちのパパいるだろ。そっちのが良くない？バカなパパより。こうなったら次は人工知能の研究を支援するぞ。スーパーデラックス天才バカなロボットパパを作ってやる。バカなお父さんだったらそこら辺にいそうだけどね。バカボンの活躍は聞いたのだ。バカボンのおかげで悪いウイルスは消えたのだ。さすがわしの息子、わしも鼻が高いのだ。バスに乗れなかったみんなも褒めているに違いないのだ。これでいいのだ。さあ、家に帰るのだ。うん。おおはい、ということで、ここまで見ていただいた方、本当にありがとうございました。パートいくつになったんだろうね。ちょっと見てみよう。パートね。ちょっと裏でパソコンいじってるけど。今回で、パート7ですね。はい、全パート7回やってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、だいぶね、俺はね、最終戦で喉を使いすぎまして、今喉ガラガラなの分かると思うんですけど、普通に喋るのもちょっと、やばいぐらい喉ガラガラなんだけど、まあ、これもね、勲章ということでね、はい、頑張った俺を褒めてほしいです。そして、原作のバイオハザードとは、なんか最後、ラストがちょっと違いましたね。まあ、最後は普通にヘリで逃げるんだけど、まあ、このバカハザー、
だとバスで逃げることになりましたね。で、できればもうちょっと早くさ、バカボンパパ助けに来てほしかったけどね。で、結構バカボンのキャラクターバンバン死ぬからさ、大丈夫って思ってたけど、いや本当に完成度高かったわ。原作のバイオハザードを忠実に再現してる。だから原作のバイオハザードやってる俺でもう攻略法がめちゃくちゃ分かってたから、うん、本当再現がすごかったです。で、難易度は本当に高かったんで、あの4周やりました。はい。は？何？この事件の真相は深い闇の中なのだ。信じるかどうかは君次第なのだ。ほん。もしかしたら君の知らないもう一つの真実が。なんだって？存在するかもしれないし、しないかもしれないし。やっぱり存在するかもしれないし、どっちだよ。はっきりしろ。その反対かもしれない。あれ？何を言おうとしたのか分からなくなったのだ。真実を暴く気があるならまた会おうなのだ。とりあえずそれまではさようならなのだ。これ2とか予定してたのかな、売れ行きによっては。まあ今んとこ2とかは出てないからあれだけど、リザルト画面、トータルタイム1時間41分57秒、意外と短いね。セーブ回数17回、死んだ回数15回。でも俺4回マジでやり直してるから、多分死んだ回数50回以上じゃないかな。あー、終わっちまったよ。セーブ。うん。え？グッドエンドなのかグッドエンドじゃないのかわかんねえわ。はい、ということで、ここまで全7パートにわたり、ここまで見ていただいた方、本当にありがとうございました。本当にバカハザというゲームはめちゃくちゃ再現度が高くて面白かったですね。で、多分、グッドエンドではないと思います。餃子ちゃんと、なんかもう一人ブサイクな人がいたと思うんだけど、その人救出してないから、その二人救出した全生存エンドは皆さんの手で試していただければと思います。ということで、他にも面白いゲームなどございましたら、良ければ Twitter などやっておりますので、そちらの DM などで、リクエストをいただければ嬉しいです。そしてここまで見て面白いなと思った方も、そうでない方もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。ということで、別の動画でまたお会いできることを楽しみに待っております。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。おっつー、バイバイ。